ホバエイチに関する報告書。ホバ？ホバエイチってもしかしてあのプログラマーの？つまりだ、暴走事故がプログラムのバグの結果でなく意図的にプログラムされたものだとしたら、1999年、東京、度重なるレイバー暴走事故のため警視庁警備部特殊車両2課パトロールレイバー中隊に出動命令が下された。しかしレイバー暴走の裏には恐るべき計画が隠されていたのである。それほどの計画だとしてあの二人に任せといて大丈夫？呪ってやる！メトロポリス東京に最大の危機が迫る。果たして東京は壊滅するのか？問題が起きた。暴走レイバーなお増加中、ものすごい数です。おそらくあいつは俺たち、いやこの町に住む全ての人間を嘲笑いながら飛び降りたに違いない。